そろそろかしら。ピンポン。はい。どうぞ。予約していた山田です。どうぞ。はい。失礼します。座ってください。はい。気になりますよね、いろいろね。なんかすごい、なんかちょっと、なんかすごい空気が違う感じが。わかります？はい、あなたも感じる人ですね。え？いや、いらっしゃるんですよ。全くわからない方もいらっしゃいますし、はい、山田さんのようにこう感じる方もいらっしゃって。いや、なんかちょっと嬉しいですね。ようこそおいでくださいました。今ねちょっと空気の方向を感じさせていただいたのですけれども、はい、ちょっと差し支えなければなんですが、はい、北国の生まれというか、はい、ご出身ですか。ちょっと北側の方にこう感じたものが、北海道ですね。やっぱり。そう、なんかわかるんですか。そう、今ね空気をまとってるんですね、人って。で山田さんのまとっている空気を今こう入室した時に感じたら、こうやっぱりそうね、オホーツクの風、白鳥がねこう渡るような。自分が生まれ育ったところのあれですか。 そっちの方向から何か縁を感じるなと思ったのでちょっとお聞きしたっていう。いえ、ようこそいらっしゃいませ。私の占いの部屋、はい、今日あなたの、人生を占わせていただきたいと、思うんです。はい、悩みとかちょっと、そうですね、もしかしたらなんですけど悩んでますか。そうですね、はい、そうですか。ちょっとなんか自分がどういうふうに生きてたらいいのかっていう、うん、生き方の問題ね。じゃあ仕事もちょっとうまくいってなくて。あら、そうですか。はい、それもしかしたらですけど、はい、対人関係的なところで、やっぱりそう、ちょっとねやっぱ感じるんですね、こう。まあ、営業の仕事まあ、やってるんですけど、やっぱりちょっとなんか合わないんじゃないかなっていう。そうね、すごいなんかそれが上司との圧力みたいなところかしらね。それもありますね。どうしてもやっぱりなんか成績とか結果を求められるんですけど、取引先の人ともなかなかタイミングとかねこうあったりしない。そうなんですよね。まあ、あまりこう良くない関係が続いてしまって、挙句の果てにこう成績が落ちているような、まあ、現状がちょっと見えるというか。逆回りしますね。はい、なるほど。ちょっと大丈夫ですよ。そのままで、そのままで言ってくれれば大丈夫。なるほど。ちょっと分かります。少しこう空気が変わっているのを。そうですね、なんか多分山田さんだったら少しだけ感じられるかもしれないかなっていう。なんかすごい、そう、なんかさっきよりちょっとあったかい感じが少し。そうなんです、そうなんです。山田さん頑張ってますね。 あなたとても頑張ってる。本当に頑張りすぎなぐらい頑張ってるから誰もね、わからないわけじゃないんですよ。わかる人は、見てる人はちゃんと見てるんです。いや、そんなこと言われたことも全然なくて。ここから先別料金になりますけれども。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。本当に誰もねぎらってくれる人がいなくて、くそ、悔
しいですよね、気持ちがね伝わらないってね。ですよね、私のところにね、多くそういう人がいらっしゃいますから。大丈夫です。あ、なんか、なんだろう。びっくりした、なんか。あ、なんか出てる、なんか出てる。ちょっと出ていくの分かります？なんだろう。明日から多分変わりますよこれ、はい、なんかすごい、あれなんだろう、軽くなった気がしません？来る前すっごいなんか乗っかってるみたいな感じだったんですけど、あれ軽くなってる、あれえ、よかった、力になれて、あ、なんか頑張れる気が、明日から、あ、今日からでいいです、はい、人と接するときに、はい、まず俺は大丈夫、俺は大丈夫、オホーツクの風を感じる、オホーツクの風を感じる、そう言って唱えてください、そしたら大丈夫ですから、俺は大丈夫、はい、オホーツクの風を感じる、はい、8万8000円になります。8万8000円、はい、8万8000円、はい、8万8000円、はい、8万8000円、ああ俺は大丈夫、うん、そうそうそう、俺は大丈夫、そうです、大津くんの風を感じる、はい、8万円、俺は大丈夫、はい、大津くんの風を感じる、はい、俺は大丈夫、はい、大津くんの風を感じる、山田さん、うん、2000円のお返し、はい、俺は大丈夫、大丈夫ですよ、大津くんの風を感じる。